私たちのこの姿は魔法少女のものだよねいつもの姿とは違うけどこの衣装から魔力を感じるもん強力な魔法か呪いかはたまた奇跡かいずれにしろ摩訶不思議な力が影響していることは疑いようがないねうーんもうちょっと調べてみよう 私たちがこの姿になった理由、知りたいと思わない好奇心を原動力にして、僕たちと一緒に真相を解明しよう。うこの傘、こんな使い方ができたんだすごいネムと一緒にもっともっと高く飛んじゃおっと この姿になったことに意味があるなら私は使命を全うするよ協力して魔法を使うのは初めてだったけど結構やれるものだね私たちの天才的な頭脳があればどんなことでも楽勝だよ時空を超える僕たち本より生まれし亡霊 不思議な現象が多すぎてまるで僕たちが物語の登場人物になったみたいだいっそ主役になっちゃおうよ私たちが運命を動かすの素敵でしょあ <laughs> 来た来た実は私たち待ってたんだよ少し煮詰まってしまってね気分転換に 考察に付き合ってくれないかなうん眠いまた読書で夜更かし参考になるかと思って聖書を少しね睡眠はとっても重要なんだから子供は早く寝ないとダメだよふん、はあ、リンゴジュースがまた飲みたいにゃ 僕が飲んでしまったからもうないよええー、やだやだ時間を戻してよネム、ね、鶏肉は好きだけどチキンレッグの見た目は少し苦手かなえっ、ー、そうわたくしのおうちでは丸焼きにするから見慣れちゃったよねえとうか 冬のこの時間に見える星座は何だったかな <coughs> 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 ああ子供は寝る時間だったねおやすみ10日私たちがずーっとこの姿だったらウイやお姉さまを心配させちゃうよねけれど 焦りは禁物だよ冷静に手がかりを一つずつ検証していこうこれは魔女の気配だね今は相手する暇なんてないんだけど放っておくと危険だし私たちで魔女を借りに行こう鏡の魔女は空間を超越できるあっ もし時間も超越できるようになっちゃったらありえないそんなことができるとしたら魔女じゃない神だよクリスマス・キャロルはトウカみたいな冷酷な人間が改心する話だったよねにゃ私は冷酷じゃないし主人公みたいにケチでもないよ ねえねえわたくしいついちゃったさくらに飛行能力をつけてソリを引かせようよそらとぶソリを科学の力で作るほうが得策じゃないかなうんぼくととうかの衣装は色やモチーフが共通しているよねだれかがわたくしたちをねらって影響をあたえてるってこと ますます謎だにゃこれ雪うウサギだよね実際に見るのは初めてだよわたくしたちも作ろう天才の2人が作ればもーっとすごいのができるよねぼくたちはあきらめないうん未来につなげよう残念。 トーカちゃんの勝ちだよ未来は僕たちの手にあるわー大勝利未来永劫を語り継がれるね ネムは喋り疲れたからちょっと休憩だってわたくしはもっとお話ししたいんだけど喉が渇いちゃったなあ何か飲み物持ってないあ、雪が積もってる昨日の夜は結構降ってたもんね雪の日に外が静かに感じるのは雪の結晶が音を吸収してるからなんだよ 知ってたとうかちゃんのグルメゲームパパ様宛てのお聖母から美味しそうなお菓子とジュースを見つけてお昼ご飯にしちゃうんだよクシャンふ冬は日が落ちると一気に寒くなるね早くお家に帰って天体観測しよう。 うん、今日はちゃんと起きてるって決めてるのかうちにくいサンタクロースの正体うたはつき止めようわたくしのクマさんが気になるの この子はねクリスマスにパパ様からもらったんだよ名前は秘密。なんか恥ずかしいもんクリスマスみたいに世間で大きなイベントがあるときは人間の感情エネルギーが生まれやすいし魔女の行動も活発になるんだよ注意してね はてなしのミラーズをもっと調査したいのに人手が足りないにゃーネムには断られちゃったしあ天姉姉妹に頼んでみようっと冬が天体観測に最適なのは気温の低下と空気の乾燥で大気の透過率が高くなるからなんだよ。 気が向いたら今度、冬の星座を教えてあげる。私ね絶対実現させたいものがあるの何だと思う正解は、空いかソリー。だって私が乗ってみたいもんクリスマスみたいにいつか私の誕生も世界中で祝われる日が来ると思うよ。 私はこれから偉大な功績を残すからねスキーとかスケートとか寒いのにわざわざ外で活動するなんて考えられないよそれよりわたくしと一緒に温かい室内でパズルでもやろう トーカは実験の進捗が気がかりらしくて、今は外しているよ。しばらく戻ってこないと思うけど。え僕と話したいの僕は、構わないよ。うぅ、寒い。入院していた頃から、 寒さは身に染みるものだって理解していたけれど、こうして経験すると新鮮に感じられるよ。喜ばしいことだね。たまにだけど桜子がお昼を作ってくれるんだ。この間もクリスマスの食文化を学んで七面鳥の料理に挑戦してね。 とても美味しかったよ今日はお母さんを手伝って夕食のおかずを一品作ってみようと思う湯治かぼちゃならお母さん喜んでくれるかな甘いものが好きだからわあこれがイルミネーション 初めて見たけれど、これは不思議な感覚になるね。大量の電飾が光っているだけなのに、僕には幻想的に見えるよ。あの、僕の新作を読んでもらえないかな。僕なりにクリスマス気分を味わえる要素を詰め込んでみたんだ。 感想、待っていても、いいよね。聖夜に出る魔女、か。意地悪な怪物がクリスマスを盗もうとする絵本を思い出したよ。公衆に被害が出る前に、退治しないとね。果てなしのミラーズは、 夏は涼しげな場所に見えるけれど、冬になると対照的に、とても寒々しく感じられるよ。できれば訪問は遠慮したいね。今まで入院していたから、家族と過ごすクリスマスは今年が初めてなんだ。その、クリスマスの朝は、 起きたら枕元にプレゼントがあるって本当？あ昨日作った雪だるま溶けてる同じような子は作れても全く同じ子はもう作れない少し切ないけれどこれも冬の風情かもしれないね トーには冗談に聞こえたかもしれないけれど、僕は彼女なら空飛ぶソリを本気で作れると踏んでいるよ。かけてもいい。クリスマスカードに書く文章はシンプルでいいと思うよ。力を入れるべきはカードの文章より一緒に送る花やプレゼントらしいからね。 わたくし思いついちゃったさくらに飛行能力をつけてソリを引かせようよ空飛ぶソリを化学の力で作る方が得策じゃないかなクリスマスキャロルはトウカみたいな冷酷な人間が改心する話だったよねにゃ私わたくしは冷酷じゃないし主人公みたいにケチでもないよ あ,あ猫さんかわいいにゃー着ぐるみか寒い時期なら中の人もきっと楽だよね着ぐるみに中の人なんているわけないでしょもうクリスマスみたいにいつか私の誕生も世界中で祝われる日が来ると思うよ私はこれから 偉大な功績を残すからね冬が天体観測に最適なのは気温の低下と空気の乾燥で大気の透過率が高くなるからなんだよ気が向いたら今度冬の生座を教えてあげるソリに乗りたいけどソリを引くトナカイがいないにゃいくらパパさまでも手配には時間がかかるし。 ねえトナカイ役をしてみてよクリスマスカードに書く文章はシンプルでいいと思うよ力を入れるべきはカードの文章より一緒に送る花やプレゼントらしいからねあ昨日作った雪だるま溶けてる。 同じような子は作れても全く同じ子はもう作れない少し切ないけれどこれも冬の風情かもしれないねああ、猫さんかわいいにゃ着ぐるみか寒い時期なら中の人もきっと楽だよね るに仲の人ななんていいわけないでしょもう、まあ、これ雪うさぎだよね実際に見るのは初めてだよ私たちも作ろう天才の2人が作ればもっとすごいのができるよね私ね絶対実現させたいものがあるの何だと思う 正解は空飛ぶソリーだって私が乗ってみたいもんメメリークリスマス、うん、少しわざとらしいかなママたちに言うならもっと控えめにってうわっ 見てるなら言ってよ呆れたまるで裸の王様だねクリスマス会僕には関係ないことだよこんなこと初めてだよもう私の邪魔しないでよ わたくしが王様だからね決定空飛ぶソリうん悪くないね。